そうでしょうか。はい、たくさん練習しました。最悪です。きっとろくなことがないです。だからフーコは行きます。それでは失礼します。とても恥ずかしいところを見られてしまいました。まるでフーコがドジみたいです。フーコドジじゃないです。どちらかというと器用な方です。そんなことないです。びっくりするほどいいです。小学校の時でいいですか。この調子で頑張りましょうです。学校の成績はそうでしたけど、でもお姉ちゃんはフーコ器用だって言ってくれます。まるでフーコが器用じゃないみたいな言い方です。フーコだからこれぐらいの怪我で済んでるんです。あなただったら救急車が来てます。あなただけです。とても思えません。最後、名古屋になってました。湖水って何ですか。フーコ、ずるくないです。とてもフェアです。近所でも、あの子はとてもフェアだとよく言われてます。どうでしたか。言えるわけないです。フーコは今初めて挑戦したんです。あなたは毎晩練習してたに決まってます。そんな暇人さんの相手をしてる時間なんてフーコにはないです。フーコもう行きます。あ、ないない。あ、それです。いつの間に。それ一番最初にあげたはずです。可愛くてたくさん集めたくなる気持ちはわかりますが、諦めてください。え、そうだったんですか。
それは気づかなかったです。ありがとうございました。いえ、お詫びに、もう少しだけ抱いていてもらっても結構です。はい。和みます。そうですか。あの何でしょうか。ことでしょうか。はあ、構わないですけど。してたんでしたっけ。あれ、岡崎さんはどうしたんでしょうか。あの私が岡崎です。女になりました。え、ちょっと待ってください。もう一度聞きます。岡崎さんはどうしたんでしょうか。ですから、私が岡崎です。女になりました。ああ、わけがわからないです。どうして岡崎さん女の人になってしまったんですか。たまに取れるんです。待ってください。それはあまりに衝撃的な告白です。岡崎さんはそのたまに取れるんですか。とりあえずって、そんな適当に取れてしまうんですか。ああ、そんな人がいるなんて、フーコ知らなかったです。取れるって、あれですよね。ああ、もうカルチャーショックです。それとも、フーコが知らなかっただけでしょうか。男の人の中には、そんな風に取れてしまう人もいるんですか。とりあえず。いるんですか。逆に、フーコについたりもするんですか。とりあえず。つくんですか。大ショックです。ああ、フーコ、とても混乱しています。常識が覆されました。これは、悪い夢ではないでしょうか。とりあえず。とりあえず現実なんですか。よくわからないですが。ショックの連続です。ショックですが、女になってしまった岡崎さんを受け入れなければいけません。で、またついたんですか？岡崎さん、さっきまで女の人でした。それは、取れたからなのだと言いました。ちょっと安心しました。やっぱり悪い夢でしたか。フーコ、いつかフー太郎になってしまうかと思いました。フーコ、ぼーっとしてないです。忙しいのに、とてもくだらないことで時間を潰してしまいました。
もちろんです。それでは